百田直樹と有本香織が中国の愚行に苦言。日本保守党の代表百田直樹さんと事務総長有本香織さんが YouTube の配信で資生堂が抱えている中国に関する問題について、経済安全保障アナリストの平井浩二さんを交えて発言しました。資生堂の中国事業が現在大きな問題に直面しています。この問題は福島第一原子力発電所からの処理水が海に放出された後、中国で日本の化粧品に対する不買運動が始まったことに関連しています。この影響により資生堂の売上と利益が大きく減少しました。具体的には売上は約340億円、利益は約200億円の減少と見られています。この状況を受けて資生堂は2023年の業績予想を下方修正しました。新しい予想では売上が前年比で 8.1% 減、営業利益が 31.8% 減となる見込みです。資生堂の重役は中国市場が今後も重要であると述べており、会社は構造改革を進める方針です。重役の方が中国市場が重要であると述べていますが、ここには様々なリスクが潜んでいます。特に大きいとされるのが中国における技術移転の強制です。中国政府が外資系企業に対し中国企業への技術移転を強制的に要求しています。これにより日本企業が持つ独自の技術や製造ノウハウが中国企業に渡るリスクが高まっています。また中国製品の国産化推進ということもあります。中国は日本製品を模倣して自国製品を強化し、国産化を進める戦略を取っていると指摘されています。これにより日本企業の製品の独自性やブランド力が脅かされている可能性があります。この状況に対して私は強い怒りと失望を感じます。資生堂のような優れた企業が中国市場での不買運動の影響を受けていることは非常に不公平であり理不尽だと思います。福島第一原子力発電所の処理水問題によって引き起こされたこの状況は、政治的な誤解や不必要な恐れに基づいているように見えます。資生堂は長年にわたり品質の高い製品を提供し、多くの顧客に喜ばれてきました。それにもかかわらず、今回のような不買運動によって企業の努力が無視され、大きな損失を被るのは納得がいきません。中国市場のこのような反応は、国際的なビジネス環境において非協力的で短絡的な態度だと言わざるを得ません。企業がその国の政治的な事情に翻弄されることなく、公平な競争環境で事業を行えることが理想です。資生堂のような企業が外部の政治的圧力ではなく、その製品の質とサービスで評価されるべきです。このような不当な影響は国際的なビジネスコミュニティにおいて看過できない問題であり、解決を求めるべきです。日本は伝統的に国際関係において公平さと協調を重んじる国として知られています。仮に日本が中国と逆の立場であったとしても、中国の企業に対して不買運動のような行動を取ることは想像しにくいです。日本は国際社会において相互理解と平和的な共存を重視し、ビジネスにおいてもそれは変わりません。企業間の競争は
健全で公正な方法で行われるべきであり、政治的な事情や誤解に基づく行動は避けるべきだというのが一般的な見解です。日本の文化には相手を尊重し、対話を通じて問題を解決するという価値観が根付いています。国際ビジネスにおいてもこのような価値観は重要であり、日本企業は通常外交的で理性的なアプローチをとります。したがって、日本が他国の企業に対して不買運動を行うような状況は、国の基本的な姿勢と相反するため考えにくいのです。国際社会での健全な関係は、相互尊重と理解に基づくべきであり、日本はそのような関係の構築に向けて常に努力をしてきました。このため、もし日本が中国と逆の立場にあったとしても、資生堂のケースのように他国の企業に対する不買運動を推進するような行動は取らないでしょう。この資生堂の件を見ると、国際関係における一部の行動の愚かさが明らかになります。中国での不買運動は短絡的で感情的な反応であり、長期的な経済関係や相互理解にとって有害です。福島第一原子力発電所の処理水問題に対する誤解が原因であるかもしれませんが、それにしても一つの出来事に基づいて全ての日本製品を拒否するというのは理性的な判断とは言いません。資生堂のような企業は品質の高い製品を提供し、多くの人々に喜びをもたらしています。これらの企業を政治的な事情で犠牲にするということは、消費者自身の選択肢を狭め、経済的な多様性を損なうことに他なりません。経済的な決定を下す際には、より広い視野と深い洞察が必要です。国際ビジネスは単なる貿易以上の意味を持っています。それは文化や価値観の交流を促進し、異なる国々の間の理解を深める機会を提供します。資生堂のような企業に対する不買運動は、このような交流の機会を阻害し、長期的な視点から見ても非生産的です。もし中国が本当に国際社会の責任ある一員として振る舞いたいのであれば、感情ではなく事実に基づいて行動し、より建設的で協力的なアプローチを取るべきです。国際関係においては短絡的な利益よりも長期的な信頼関係の構築が重要です。こうした行動は世界的なビジネス環境において欠かせない要素なのではないでしょうか。以上で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。